中衛を押し上げて前衛と行動させるのがセオリーかな。ですが中衛が開くと側面からの奇襲に耐えられなくなりませんか？分かってるじゃん。だからこれは知能の低いモンスターと対峙するとき上層付近の戦術ってわけ。なるほど。中層下層に進むに従って取るべき作戦も変わってくるということですね。そういうこと。当然地形や対人戦によっても変わってくるから臨機応変ってやつだね。はあ、考えることが膨大になりますね。まあ一番の問題はそこじゃないんだけど。うちらは冒険者だから、ダンジョンの緊張感の中、そういった作戦に考えを巡らせなきゃいけないってこと。ああ。指揮官の一言一言には誰かの命がかかってる。その中で一番の選択を選び続けなきゃいけない。重圧になるとは思うけど、それだけは忘れないで。冒険者が背中を預けるってそういうことだから。はい。じゃあ続けようか。筋はいい。なかなかどうして視野は広いし地頭もいいみたい。専門職のサポーターだったっていうけど結構な苦労はしてきたんだろうね。あとはベル・クラネルのために指揮の真似事はしてきたとか素質はあると思う。少なくともうちと同じくらいの指揮ができるようになれば仮想でも使い物になると思うけど。ダフネ様、ここの陣形は斜めに配置した方がよくありませんか？え？こうすればモンスターが壁から生まれた際にも対応できますし、不測の事態の時に退路も確保できます。ダフネ様？ああ、ごめんごめん。その配置、悪くないと思う。本当ですか？うん。セオリーとは少し違うけど、対応の幅が広がりそうだし、状況が合えば、上層で試してみるのもいいかも。わかりました。でしたら、忘れないように覚書を。ああ。もう用皮紙がありませんね。すみません、取ってきますので少し待っててください。まいった。うち程度の指揮ができればなんて思ってたけど、すぐに追い抜かれるかも。普通に戦ったら逆立ちしてもかなわない。でも指揮の一点を突き詰めればもしかしたらブレイバーに届くかも。先生とか師匠なんて柄じゃないんだけど、これが教える喜びってやつなのかな。